猪木道義、沖縄は日本に植民地配されている先日、猪木道義さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました。沖縄県民投票に関し、沖縄が植民地配されていると主張されてるんですけども、猪木さん、どういった根拠で沖縄が植民地配されているとおっしゃってるんでしょうか。 こんな人がですね、なぜ国会議員になってしまっているのか、さっぱり理解できません。皆様、日本の現状すら正しく理解できていない、猪木道義さんは国会には必要ありませんので、今後行われる選挙では、猪木道義さんに絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。 ご成長いただき、ありがとうございました。